い、皆さんこんにちは、庄司潤です。今回はですね、ちょっと皆さんに見ていただきたい、ちょっと水中画像がありまして、まあ今までトリプルデラックスを出しても1年近くなるんですけども、なかなかね、皆さんにこうトリプルデラックスのこういい動画っていうのがね、水中動画っていうのを見せれなくて、で今回たまたま、まあ、自分でちょっと GoPro とかを工夫してですね、ちょっと皆さんに面白い、僕が今まで言ってたような、例えば360度ターンだとか、まあなんか実際に自分が水中でそのルアーを、今回の動画を見てみて思ったのが、360度ターンというよりもなんかこうね、正直言ってこうジェットコースターに乗ってる時のような、こういうなんかこう前回りのターンになってるんですよね。ちょっと本当に面白かったんで、ただやっぱりその落差がすごいやっぱ大きくて、まあこれはバスは今まで見たことない動きだから、やっぱこうなかなかね、こう平打った時にお腹を見せるビッグベイトっていうのはなかなか少ないと思うので、そういう動画もきっちり今回撮れてるので、ぜひ見てください。これからのね、こうデラックスを使ってもらう上ですごくいい勉強になると思うので、ぜひ見てください。どうぞ。